もちさん。結構いいんやけど。何が変わったってマジ喧嘩が増えた。洗濯工程、ぬるま湯、満水まで入れて、じってし、浸透剤を入れる、6時間程度つけ置きする、漂白剤成分と洗濯成分が、洗濯槽裏のご用心のジムで増えまして、剥がれやすくしてくる。
だね。すごいわ。臭っ、ちょっと匂いが臭い。閉める閉める再開。ここかちょっと覗きたいな。めっちゃ取れんやけど。早く拾うよ。待って、めっちゃゴミが出てくんよ。手伝ってくれる？いいです。海中ネット持ってくる。海中ネット？うん。持ってきました。海中ネット。はいはい。これわかる？このゴミ。うん。うんちでしょ？うん、うんちじゃないけど。熱いお茶飲む？ん？熱いお茶いる？いや、熱いもん。そうなん？熱いよ。あ、いや、いいよ、俺お酒飲もう。あ、もう充電ないやん、どうしよう。もういいか。私、携帯のさ、充電が 20% 以下になったらもう焦んねんやん。いやいや、20% 以下で普通に出ていくやん。嫌くない？あんま気にならない。で、ご質問いただいてます。質問？質問。付き合いたての頃からこんな感じでしたか？付き合い、あ、うん、まあまあまあこんな感じよ。そうだね、変わってないな。変わってないな。喧嘩は増えたよな。増えた。付き合ってる時一切喧嘩せんかったんか。一回もしたことないと思う、多分。あ、でもまあ今考えたらやっぱ多少の喧嘩はしといた方が良かった。良かったな。蓋開けてみたらこんな感じだったな。喧嘩したものすごいことなんや。バリハード。え、何が変わったってマジ喧嘩が増えた。あ、増えたな。うん、増えた増えた。ちょっとしたことやねんけど、例えばラーメンの好みが合うとか、うんうん、あるいはなんかご飯の好みが合うとか、お店の好きな雰囲気が合うとか、うん、なんか合う共通点ってあるやん。もうちょっと後ろ行ってくれ。すっごい熱感じるからマジで。え、何話しちゃってる？結構、うん、メールしたり電話するタイプやったって。知ってる？メールとかでご飯行こうよとかってやるやん。うん、そんなメールとかも全部俺から発信。で、たまに電話したやん。うん、何してんのつって、うんうん。その時も、うん、そういう電話も俺からしかしたことないわ。そうやろ。あんまり自分からこう、せえへんタイプやってん。まあ、中にはさ、メールしてもさ、うん、あの、3日4日帰ってこうへんかった人とかもいたわけで。うんうん、そう、扱われてる。あれ、いや、そう。かわいそうなデータ。大丈夫か？そっち？でも俺すぐ返して欲しかった人やから。そうよな。だからメール打った時にすぐ返してきてくれたから、うん、なんかあ、いいなって思った記憶は。それだけで、ね、簡単やん。おエグザイルのヒロさんがな。え、エグザイルのヒロに飛ぶの？飛ぶね飛ぶね。何時でもな、すぐ返すんや。それすごいな、偉いな。あ、それは俺も常々意識してるというか、それも染みてんねんけど、うん、LINE とかでも友達からポンって来たらすぐポンって返す。なんかすぐ返すよな、うん、時間とか置かんタイプ。
うん、連絡来たら俺もすぐ。あ、ただちょっと本当にインスタの DM がもう今もうほんまに毎日いただけてて ありがたいことに、本当に本当にもうあの返せてないかと思って、本当すいません、本当にもう本当に今ちょっと滞ってるというか、なんかちょっと本当ありがとうございます。あの DM で返せてない方も本当多くなってきてるんですけど、申し訳ないですっていうことをちょっと、ありがとうございますっていうことをちょっとお伝えさせていただきたくて、それで思い出したわ、ありがとう。あ、はい、次ね、仲良しの秘訣を教えてください。仲良しと思ったことはないんだけど、喧嘩をするよな、だから喧嘩をした時に全部海を出すから、その後にしこりがないね。いや、俺もないよ。でも一個だけ愚痴がある、言っていい？いや、そういうトーン嫌いやねん。あ、改めまして言わせていただきますトーン嫌いやねん。改めまして言わせていただきますけれども、子供に怒るときさ、そんなんしたらママに怒られねえ、あれやめてマジで。いや、笑われへんし、笑い事ちゃうし、鬼ママやん。なんでも怒るときはママに怒られんねん。は？自分もママに怒られんで、イコール悪いことをしてるっていう認識を持ってるっていうことやんか。わかったよ、いらない。次、慣れ初めが知りたい。前なんか話したことあったような気するよね。慣れ初めはでもあの飲み会、うん、だよね、うんうん、よくテレビとかでさ、ビビって来たって言うけど、うん、ビビは来てないの俺、うん、ビビはないで、うん、ビビはなかった、うんうん、まあ、だから慣れ初めって言われた、飲み会で出会って、その時は連絡先交換しなかったんだけど、周りのそこにいた友達同士が仲良くなったタイミングで3ヶ月後ぐらいに再会し、何回かご飯行って付き合って1年経たずでプロポーズして結婚、うん、まあそりゃ喧嘩せえへんよな。まあまあ一緒に暮らしはいろいろあるよ。まあだっていい日常が日常になるわけだからさ、うん、お互い今まで生活スピードも生活感も違う2人が一つ屋根の下に入って、うん、ってなったら、うん、喧嘩するよね。そうやろ、違う。 T シャツにアイロン当てる人もいれば、アイロン当てへん人もいるわけやんか、うん、これ言い出したキリがないやん。いや、徐々に形は作っていけばいいんかなって思う。まあ大変やったよな、その埋め合わせが。まあまあまあ、もうそれはエンドレスやから、今も現在進行形 ING なわけやんか、うん、だからいるいる、 ING って言っちゃうけど、ちょっと待って、今のやめて、もうお願い、今のやめて、ちょっとキモいやめて、今のなんで言ったんやろ。マッサージやるパパも。最近さ、仕事から帰ってきた靴下の後ついてるやん、むくんでる。マジで、もうなんか恥ずかしいし、やめてってそういうの。だってほんまのこと言ってるだけやから。なにこれ、やってみて。どうすんこれ、足入れて、もう痛っ。ほら、むくんでんねんって、やっぱり。あ、でもちょっと気持ちいい。え、痛いわ。じゃあふくらはぎはな、もう押さえなあかんね、思いっきりガンって挟まんなあかんね、これ、うん、あ、こうやって、うんうん、いった、むくんでんねんて、いった、これどうなのこれ、すごい、うん、あ、トイレ行きたくなってきた。これしたらトイレ行きたくなる。マジで、うん、いや、ごぼうちゃん、ごぼうちゃん、ごぼうちゃん、すごっ、めちゃくちゃ速攻性あるよ。見したら俺、いや、潰すこと、いや、潰すことできる。なんで潰すことできへんの。絶対いた、取った、絶対取ってる、こん中に。行くで、行くで、ちょっとギュッてしいや、いやや、って一回ギュッてしいや、いや、どうだ、どうすんの、また捕まえて、ほんまにこれでいいけど、そうやろ、うん、出して出た、嫌で、もういいけど、あれやばい、この間に逃げられてる、もう